赤市立図書館は、兵庫県赤市の公共図書館である。旧館と現行館の位置関係1972年7月、国鉄赤石線番州赤駅から南東に、徒歩5分の距離にある赤市狩谷中洲3丁目56番地に、赤市立図書館が開館した。赤市立図書館は、兵庫県内15番目の公共図書館である。 1970年代前半は兵庫県内の市における図書館設置率が一気に高まった時期であり、同時期に開館した図書館には、河西市立図書館、加古川市立図書館、明石市立図書館がある。1974年5月には図書館の東隣に赤尾市民会館が開館した。 1980年度の貸出カード登録率は、図書館を有する県内20自治体のうちトップの17.7%で、あり、1人当たり蔵書冊数は20、自治体中2くらいの1.04冊、1人当たり資料費は20自治体中3くらいの135円、1人当たり貸出冊数は20自治体中3くらいの2.44冊だった。 1990年度の1人当たり蔵書冊数は29自治体中12位の1.6冊、1人当たり資料費は29自治体中12位の214円、1人当たり貸出冊数は29自治体中7位の3.4冊だった。1995年1月17日に発生した阪神大震災では兵庫県南東部の 各自治体図書館が深刻な被害を受けたが、阿コ市立図書館は施設の被害を受けていない。2000年度の一人当たり蔵書冊数は44、自治体中37位の1.8冊、一人当たり貸出冊数は44自治体中28位の3.7冊だった。流貸式演伝を早期させる一階の書家仮穴カスの建物が老朽化、共愛化したため、 阿コ市の市政施行50周年記念事業として、新館の建設が計画された。市民向けのワークショップが開催され、図書館計画施設研究所の菅原春なども参加して、基本計画が策定された。阿コ市中広麻北907番地の新館は2001年12月に、竣工し、2002年3月3日に開館。JR 阿線阿駅から南東に、 徒歩10分の距離にある。周辺には1992年会館の阿コ市文化会館などの公共施設、フレスポアコーやイオン阿コーテンなどの商業施設が集中している。新館の総事業費は22億8500万円。2002年度の増書数は約9万8000点。移転と同時にコンピュータシステムを導入しており、貸し出し、返却、予約。 検索に活用されている。さらに、赤市内にある旧公民館と図書館がネットワークで結ばれた。なお、図書館としての役目を終えた旧館は、赤市教育委員会障害学習課しし、編纂室が使用している。2002年には、グッドデザイン小建築、環境デザイン部門を受賞した。同年には、 日本建築士事務所協会連合会による建築作品表彰奨励賞に選ばれ、2003年には照明学会による照明普及賞優秀施設賞にも選ばれている。移転によって貸出者数は倍増し、ピークの2010年には年間入場者数23万7000人を記録した。2006年度からは子供の日と文化の日に限って試験的に、 祝日会館を実施していたが、2010年度からは、すべての祝日の会館を開始した。2010年度の一人当たり蔵書冊数は37、自治体中23位の3.3冊、一人当たり貸出冊数は37自治体中17位の6.6冊だった。2013年には、エクスナレッジ社が刊行した、日本の最も美しい図書館に掲載された。 2016年3月には22型ワイドモニターに、写す卓上が拡大読書機を新調した。全面ガラス張りの南東側壁面原交換の、設計は佐藤総合計画関西事務所。鉄骨鉄筋コンクリート作り2階建て。阿光城の城下町を想起させるデザインであり、入り口のある南側壁面は、全面二重ガラス張りである。 二階建ての館内には大きな吹き抜けが取られており、一般書家室は天井の高い広々とした空間に書家が並んでいる。縦横に並ぶ書家を含めた家具類はインテリアデザイナーの近藤康夫による。書家は流化式演伝の市場化を想起させるデザインとなっている。自動閲覧室にあるお話の部屋の窓、水玉の銀河は現代美術家の草間弥生がデザインした。 北側階段近くの壁には、阿公市民が寄贈した、奈良道の彫刻、メルティングムーンが飾られている。正面玄関には、山崎正義の彫刻、おはようの群像がある。1階と2階のそれぞれに、屋外読書テラスが配置されている。2014年度の蔵書冊数は18万1699点。 購入雑誌数は184タイトル、購入新聞数は14誌。収蔵規模は約28万冊。建物東側にはブラウジングコーナーがあり、畳が張られたベンチ席なども設置されている。西側には AV コーナーがあり、CD や DVD が視聴できるブースが10台設置されている。北側には郷土資料や参考図書などを備える、 地域資料コーナーがあり、赤穂浪士や中心蔵に関連する歴史資料が充実している。西側には自動閲覧室がある。赤穂市姫路市赤穂市東美西波帝十字立県ハリマ、県域連携中枢都市圏、東美西波帝十字立県、ハリマ県域連携中枢都市圏内在住者、赤穂市在学者阿穂市在勤者2009年に、 赤氏は東美生派定十字立県に加盟した。これらの自治体の在住者は貸出カードの登録が可能である。2015年11月には、ハリマ県域連携中枢都市圏が発足した。2016年4月には、ハリマ県域連携中枢都市圏に赤氏が加盟し、これらの自治体の図書館との間で、相互利用が可能となった。 ハリマ県域連携中枢都市圏には37館の公共図書館があり、蔵書数は2016年度時点で計407万冊に上る。公共図書館以外では、阿コ市民は阿コ市内にある関西福祉大学図書館でも考え貸し出しが可能である。2013年10月には兵庫県の公共図書館として初めて電子図書館サービスを開始した。 約250万円をかけてサービスを導入し、初年度には340タイトルを閲覧可能である。図書館公式サイトにある窓口で ID とパスワードを登録して貸し出し処理を行うと、パソコン、タブレット、スマホなどで追日中閲覧可能となる。閲覧開始から2週間後には自動的に返却処理がなされて読めなくなり、延滞を心配する必要がない。 2013年8月22日時点で電子図書館サービスを導入している図書館は全国に3000館以上ある公共図書館の中で11館しかないという関西地方では2011年の堺市立図書館と有田川町立図書館2012年の大阪市立図書館に次いで早い導入だった2014年には 兵庫県内でも三田市立図書館や小野市立図書館が赤穂市立図書館に続いた。2014年8月には絶版となっていた赤穂の地名など3冊の地域資料の電子書籍化を行い、貸出期間や貸出冊数の制限なしに公開を行っている。ありがとうございます。